柳川城。明治三年頃撮影。柳川藩は筑後国に存在した藩。藩長は柳川城。当初は筑後一国を支配する大藩であったが、後に久留米藩の成立により筑後南部のみを領有する中藩となった。柳川地域を中心とする下筑後地方は、鎌倉時代から戦国時代末期まで鎌地市の領地であり、ついで、 鎌ま氏を滅ぼした竜造寺氏が一時期支配する。豊臣時代は、立花宗茂が、柳川城主として13万2000国を領していたが、慶長5年に、関ヶ原の戦いで西軍に組みしたため海域助風となった。同年、三河国岡崎城主、田中義政が、石田三成を捕らえた港により、畜後一国十二万5 0国を与えられ、 柳川城に入った。吉政は、筑後川などの河川改修、新田開発の奨励、有明海沿岸に、京長本、土井と呼ばれる 32km にも及ぶ堤防の、構築など、領内の整備を精力的に行った。元那六年、二代忠政が病没すると、六つ断絶により海域となった。同年のうちに、旧、田中領は分割され、 西軍加担の罪を許され、道の国田名倉藩三万国を領していた、立花宗茂が八万国弱の加増を受けて十万九千国で、柳川城に帰り咲いた。また、久留米城に、有馬豊氏が二十一万国で入部し、久留米藩を立派にした。さらに翌元な七年には、総茂の追いにあたる立花種継が、三池軍に一万国で入り、三池藩を立派にしている。 渡辺村男の旧柳川藩士には、二代忠重が、万事元年家臣の六を、地方治行制から、倉前治行制に変更したとあるが、治行制の変遷についての具体的な推移は、解明されていない。これにより、藩士は、文献頂上においてその収入が、地方治行制による国高で表される、旧人と呼ばれる、治行取りと、倉前治行による六高を、 切り舞の容量と与えられる、淵米により、石一縁と表される、無足に大別され、家中の役負担や格付けに差が出るようになる。四大官人は、元六十年上の政法に、藩主別邸集計邸を造営した。官人死後は、解所となったが、原文三年に、柳川城にの丸にあった奥が、同書に移転され、以降は、お花畑と呼ばれるようになった。 この建築物は、旧藩主立花家が経営する、料亭旅館、お花として現存している。八大藩こと吹の時に、下手渡し藩に左遷天保となった一族の旧三家藩領一万四千国は、西国筋軍大支配となっていたが、文化十三年に、これが、柳川藩預かりに変更された。その後、開園四年に、預かり地の内五千国が、 下手渡し藩領に服し、明治元年に下手渡し藩が藩長を三池に移転したことで、三池藩が再び立藩、これにより、山川藩の預かりは終了した。最後の藩主である十二代秋友は、安政年間、過労の立下域を投与し安政の改革を断行した。明治二年母親戦争での軍港により、明治政府より、焦点六五戦国を与えられた。 明治4年、廃藩地県により、柳川県となった後、水間県を経て、福岡県に編入された。明治2年、立花家は家族に劣死、明治17年に白尺となった。歴代藩主の、内の年号は、藩主在任期間戸ざま32万5千石吉政、14にした。畜後守る、自重、慶長5年慶長14年、忠政、まさ、14にした。 地区後守る、自重、慶長十四年、現那六年なお、1九百二年まで、立花秋広と、立花秋ら備えが別人であることが極秘とされていた、ために、それまでは、観光改め、観備えが十代、秋友が十一代ということになっていた。戸沢十万九千国、宗主十四にした下、左近証言、自重、現那六年,年、歓迎十五年、 忠しげ、14位した、左近証言、自重、寛永15年、官文4年、寛虎、14位した、左近証言、自重、官文 4, 重文4年、元六九年、官人、14位した、日田主、元六九年、教法六年、帝、はじめ、14位した、日田主、ゅ、教法六年、延京元年、定乗十14位した、日田主、延遠京元年、延京三年、貫通、14位した、左近証言、 自重、遠距三年。関西九年、関寿、十四位した、鎖根証言、自重、関西九年文政三年関係、十四位した、鎖根証言、文政三年天保元年、秋広、溶接のため簡易感触なし、天保元年天保四年間、備え、十四位した、鎖根証言、天保四年降下三年、秋とも、二位、左根証言、少々、 自重、硬化三年明治四年柳川藩重心の概要は、以下の通り藩主家家門で、江戸幕府の徳川五三屋に相当し、庭しかないが、江戸幕府に倣って、五三屋と表記する資料もある。当初は組逃げりであったが、江戸時代後期以降は過労家より、上座扱いで、文言町や武官では、柳川藩家診断では最上屋扱い。藩政に賛与。藩主化家門。 江戸幕府の御三教に相当し、幕府に習って御三教と記載する資料もある。柳川藩から陽田市が出向する。両家に次ぐ価格で過労より上座。過労を排出する家は、立花四天皇などから構成された六組ある、大組を統括する、大組頭を兼務する家と、価格が、大組組逃げりである家に分かれる。 なお、両家の内善家も過労に就任するが、他の過労家よりも扱いが格上であった。過労家、谷川新右衛門や大組組頭世襲課大組の組頭を世襲する。大組は6組なので、6やある。米タ日立花家改役後に、湯武家が昇格し、6や体制は維持されている。廃絶大組。 逃げり家群生上、大組に属さない大組組逃げりであるいえ、過労就任者は、大組組、逃げり筆頭になり、変動がある。柳川藩の群生は、改年間までには、大組、大組、逃げり、物頭席、故障組、組、逃げり所院番、組、逃げり所院組番格、諸資格、価値となる。柳川藩で早く成立した。 馬回り相当の組で、大組は6組あるので、6組とも呼称される。求人と倉前一行の無足に分かれる各組組士は、1名の、組頭に統括される2名の番頭の統括を受ける。各組の組頭は、6屋の不代家老家が兼務し、例えば、立花一組といった具合に、組の呼称はその組の組頭の人名で呼称される。 藩主直属の家臣や、親戚降下した藩主の子といった、大組に属さない家臣より構成される。当初は単に、組、逃げりと呼称されたが、後に成立した組、逃げり書院番と区別されて、大組、逃げりと呼称されるようになる。なお、家老を務めない大組、逃げりの家臣一名が組、逃げり書院番を統括した。また、両家の当初は、 大組逃げりに編入されていたが、後に分立した。組頭を務める世襲画論へ同様に、大組逃げりからも柳川藩家老が登用される。大組、逃げり出身の家老で著名な人物に、立花道枝がいる。また、求人で、中老やエドルスを就任者に就任した者は、大組逃げりに編入される。物頭就任者が所属。上り、鉄砲。 持ち筒、弓、長江といった所属部署を明記した文言帳もある。大組求人で物頭に就任すると物頭席に移転する。藩主側近の用人や芝、難度、故障、犯行助教などが所属。大組求人でこれらの役職に就任すると故障組に移転する。柳川藩の上中級の役職の序列は列役。 単列、諸役人に分かれる。ただし、単列を列役に含めて、諸役人と対比させることがある。と、柳川藩立花家文言庁著者は記述しているが、同書掲載の資料では、単列の役職でも諸役人扱いになっているものの、見受けられる。ちなみに、諸役人の役職には、他藩のような、武行という故障を用いないことが多い。 領民からの徴税などの領内政治や幕府、諸藩との交渉を担当する表向きと大名家を補佐する奥向きに分かれ、奥向きはさらに藩主の日常空間を中心に活動する藩主側近職の中奥、性質や側室、子女の生活する奥で活動する奥とに組織が分かれる。また、江戸幕府の足高の性同様に、 六高に満たない者の,の就任の際は合算して、六高が満たされるよう、役地が支給される場合がある。反省の中枢を担う。福岡県市資料の柳川藩政一般の説明によると、列役には、以下の役職のほか一門家や両家、過労家も含まれる。柳川藩政一般によると直任官に相当するものとしている。列役に準ずる。 福岡県市資料の柳川藩政一般での説明では、以下の役職の総称としている。また、柳川藩政一般によると総人間に相当するものとしている。藩政、家政の実務を担う中堅役職級。下役は含まない。以下は、列並所役人長を参考にしたもの。江戸武官では、江戸藩邸は、上屋敷が下や岡地町にあり、 中屋敷と下屋敷は浅草鳥越えにあった。大阪城安町に大阪判定があった。また、江戸武漢には掲載されないが、長崎倉屋敷も所有している。立花屋及びその家中が江戸で死去した際に使用した菩提寺は、下屋の臨在州大徳寺派人の縁三山博之寺であった。柳川歴史資料修正第三週柳川藩。 立花家文言帳。同書掲載の渡辺家資料の一つである万治三年の文言帳では地方事行性を前提としたものになっている。同資料は家臣の旧地内容が判明する唯一の資料でもある立花焼き大無駄の宝物百選。ありがとうございます。